こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日もカントの純粋理性批判の続きを説明していきます。前回のところから少しダブって、紹介していきたいと思います。先に告知なんですが、メルマガ登録を募集してますんで、よろしければ、説明欄のリンクからご登録ください。あと Amazon 楽天のリンクも貼ってあります。一度踏んでいただいてお買い物していただきますと、当読書会に紹介料が入りますんで、よろしければご協力ください。では、34ページの中頃からですね。6行目の一番下の部分からです。つまり、経験そのものが認識の一つの仕方であり、この認識の仕方は語性を要求するが、語性の規則は対象がまだ私に与えられない前に、私が自分自身のうちにこれをアプリよりに前提しなければならない。そして、かかる語性規則はアプリよりな語性概念によって表現せられるものであるから、経験の一切の対象は必然的にかかる語性概念、カテゴリーに従って規定せられ、また、これらの概念と一致せねばならないということである、ということです。何言ってんだって感じですけども、これは何言ってんだってとこがわかるようになると、重要なことを言ってますんで、なんとか画面に書いてある図を見ながら考えて一緒に読んでいきたいんですけども、我々が経験するってことは、先見的な語性概念によって経験してんですね。によってしか表現させられ、せられないものしか経験してないっていうことなんですよ。語性っていうのは、アンダースタンディングってことですね。理解力。感性と語性。感性っていうのは、いろいろ感じる力ですね。五感で感じる力のこと感性だって言ってんだと思うんですけども、外から来た情報を受け取って、それを理解すると。例えば女の人が歩いてれば、この人は女の人だとか、男の人だとかね。おばちゃんに見えるおじちゃんみたいな人もいますよね、たまにね。ああいうのはどう、よくわかんない、性別わかんない人がよく歩いてて、男性なのだろうか、女性なのだろうかって考えますよね。で、見たとき、ぱっと見なんか、おばちゃんっぽい格好してると。でも男性かもしれない。体格はちょっと、中肉中背、丸みをちょっと小太りで、男だか女だかわかんないと。そういうことがあったとして、この人は男なのだろうか、女なんだろうかって、視覚情報だけじゃ分かんないときに、考えるわけですね。で、考えるときに、何らか女性の友達いるとよく見ると、何人か。じゃあ女性なんじゃないかとか、あるいは、なんか女子トイレの方に入っていったと。あ、やっぱり女性なんだとは。女性の、衣料品売り場にいたから女性なんじゃないかとか。で、男の人だとね、一人で立ち飲み屋で飲んでるけど、おばさんっぽいけど男の人なのかなとかね。大体その男性がやりそうな行動のパターンと女性がやりそうな行動のパターンっていうものを、今度はぶち込んで、男が女が分かんない、おじさんかおばさんか分かんない人がいたとしたら考えますよね。これ理解しようとするとき、その文脈っていうか背景っていうかコンテクストっていうんですけども、そういうもんからこの人が女性か男性か考えていくということでやりますよね。例えばそういうことっていうのは、これはこういうふうに対象の認識、経験そのものが、つまりに経験そのものが認識一つの仕方であり、この認識の仕方は語性を要求するが、語性の規則は対象がまだ私に与えられない前に、私が自分自身のうちにアプリより前提していなければならないってことですね。何か経験したとき、大体今までの過去の体験とか、その周りの状況とか、いろいろ踏まえた上で、語性を使ってですよ、認識しようとするってことですね。今の状況は何なのか。おじさんかおばさんかわかんない女の人がいたと。わかりやすく言ってるんですけどね、もっと別の例を挙げればいいんですけども、食べられるものが食べられないものが、毒キノコがあると、キノコがあったと、毒キノコなマッサゲに似てるけど、マッサゲじゃないようなキノコがあったと、
見た目は松茸ですよ。まあ、取ってみて香りが松茸なのかどうかとかね、確認しますよね。それは五性を使って、まあ、感性から、まあ、総合的に松茸だろうと。しかし、仮に松茸がコンクリートの上に生えてたと。コンクリートの上にどう考えたって松茸なんて生えるわけねえだろうと。だとそれなんか別のもんじゃねえのかとかね。そういう話になってきますよね。一部が鉄でできてたとか。なんか、まあ、いろいろ別のことが分かればですよ。あの、別の、あの、松茸じゃないだろうかとか、考えますよね。そういうふうに考える能力っていうのは我々に、もともと備わってんですよ、頭の中に。頭の働きって人間にとってみれば、もう最初からインストールされてる OS があるんですよ。パソコンに例えればですね、OS って五性ですよ。OS で処理できるものしか処理できないんですよ。オペレーションシステムってことですね。まあ、Windows でも何でもいいんですけども。ということは、人間っていうのは1個 OS 積んでんですね。それは五性って OS を積んでると。で、五性っていうのは五性のプログラミングがされてて、五性によって認識されるものっていうのはもう最初から決まってんだってことですね。で、これが分量、性質、関係、あと、様態っていうのがね、後で出てくるんですけども、大きく分けら、4つあって、細かく分けら12個あると。人間の五性概念っていうのは、まあ、大体4つにそれぞれ3つあって、4×3 で12でできてると。この12個で概念ってできてんだってことですね。まあ、読み上げるとこれ、後で95ページに書いてありますけども、すべての純粋五性概念を残らず発見する手引きって書いてありますけども、まあ、例えばこれに書いてあると、分量、性質、関係、様態。人間というのは物の数とか、物の性質とか、物の関係性とか、様態とかで、物を判断している。さっきの女性か男性か分かんない人が歩いてると。分量っていうさ、まあ、分量、まとまって歩いてたと。3人ぐらいいたとは。みんな、まあ、女性っぽい人が多いから女性じゃないよと。性質としてみればなんかこう、化粧してたと。まあ、関係性。まあ、女性同士歩いてた。女性っぽい人が女性同士で仲良さそうに歩いてたっていうことなら、まあみんな女性じゃないかと。で、様態。様態っていうのは何だろうな。これまあ、判断の分量、性質、関係、様態で、前哨的判断、特徴的判断、短所的判断、それぞれ書いたんですけどね。あの、これ今説明、まあ、やがて説明しますけども、まあそういうなんか、もろもろの判断が頭に働くと。判断の仕方っていうのはもう OS で決まってると。で、分量に関して言えば、前哨的判断、すべての A は B である。すべてのおばさんは女性である。みたいな感じですね。特徴的判断、若干のおばさんはおじさんである。単焦的判断、このおじさんはおばさんである。みたいなね。そんな風に、まあ、判断のね、あの、あれ、あるわけですよ。性質っていうと、おじさんはおじさんである。おじさんはおばさんでない。おじさんは非おじさんである。あ、おばさんは非おじさんであるとかね。関係性って、とか、こう、いろいろね、分けると、認識の、その、規則が決まってんですね。で、カントはそれ見つけたんですよ。まあ、あの、アリストテレスも見つけたそうなんですけども、カテゴリーって見つけて、人間ってのは判断の時にもう決まった規則性で、に当てはめて物事を理解すると。これが食べられるキノコかそうでないキノコじゃないかとか、まあ、まあもう大体その理解力に応じて五性の規則によって対象を認識してんですね。だけどもそれおじさんとかおばさんとかキノコとかだったら対象が与えられてるから判断できるんですよ。ただ与えられてないものがあるんですよ、まあ、とりわけ理性でしか捉えられないものは神とか神様とか仏様とかですよ。永遠とか、永遠っていうのは魂の不死とか、
まだ自由とか、そういうものは、経験できないんですよ。経験だけじゃ認識できないと。五性概念じゃ認識できないものがあるんですよ。ということを言ってんですよ。だから概念っていうのは対象が与えられてる概念と与えられてない概念があるんですね。前回何の話で、可愛いと美人の違いは関係性の違いだっていう話をしたんですね。ということです。まあ、前回の方がちゃんとした説明だったような気がしますけど、時間が空いたら何の例えで説明したらいいか分かんなくなってきちゃったんですけど、まあそんなことですね。だから、我々は対象五性概念で捉えるときに、認識するときに、与えられている対象に関しては、自分の持ち出しの OS で処理してるんですよ。だけど OS で処理できないものがあるんですよ。ということですよ。まあ逆に言えば、スマホとかパソコンで認識できるものなんて世界のごく一部ですよ。で、スマホとか、今日2018年の6月18日ですけども、よくよく考えてみるとですよ、スマホとか、パソコンとかインターネットとか出てきて便利になったかって問題ですよね。情報は増えましたよ。でもフェイクニュースも増えてるんですね。で、フェイクニュースで騙されるってこともあると、間違った情報を鵜呑みにするってことも、で、それで騙されるってことも同時に起こってますよね。ということは人間の認識能力そのものは、五性概念そのものは変わらないんだから、いくら素晴らしいデバイスができて VR だろうがなんだろうがいろいろできたとしても、人間ってそんなに頭の中身変わんないってことですよね。劇的に、まあ人間の社会は変わるかもしれないですよ。社会のあり方は。でも人間自身の認識能力っていうのは、あ、大して変わんねえんじゃねえのかっていうのが、カントの考え方ですよ。スマホとかインターネットが出てくれば自由っていうのは広がるのかってもんですね。広がってないんですよ。逆にスマホとかに取られて不自由になってる部分があると。ずっとスマホを手にして離れらんないとか、Twitter のアカウント5分ごとにチェックしちゃうとか、LINE とか、それって結局不自由になってるってことじゃないですか。で、たくさんの情報が与えられて、手軽に Amazon とか楽天で買い物できて、YouTube でなんか音楽聴いたりして、いろんなアプリで便利になったかと思いきや、別に自由になんかなってねえんじゃねえのかっていう、それはなぜかというと、人間の認識能力っていうのは、自由ってものを捉えるのは理性の方にあって、五性の方にないからですね。五性の方で処理できる情報が増えたことをもって自由だって言うとしたら、それはカントの言ってる自由じゃないわけですね。情報量が増えたってだけの話ですよ。で、あと、取捨選択の選択のオプションが増えたこと自体は自由かもしれないですけども、人間の存在自体が自由になるってこととはまた別だと。いうことですね。Amazon でたくさんの商品があるのは分かったけど、まあ別に買うお金がなければ、ただ商品がたくさんあるっていう知識が増えただけの話ですね。かもしれないと。まあそれだけのことです。その程度の自由がちょっと増えた。いろんなものがあるって分かった自由が増えた。いろんなコンテンツに触れられる自由が増えたと。そうは言っても毎日通勤電車に揺られて出勤しなきゃいけないとか、朝8時半には会社に行かなきゃいけないとか、そういう食べていくために働かなきゃいけないとか、そういうものから別に解放されたかっていうと、まあされてはないってことですね。まあ家でその仕事できるようになったとか、会社に行かなくても業務ができるようになるとか、それは多少なりともあると思いますけども、事務処理が簡単になるとかね。まあだけど、その分自由になったかっていうと、まあ賃金が下がって不自由になったとか、仕事が減って、就職しづらくなったと、正社員になりづらくなるとか、そういう部分の不自由もあるわけですね。だから別にスマホとかインターネットとか発達したからって別に人間が自由を感じるかどうかはまた別の話だと。ただ選択の自由が増えたと。ただそれは五性概念として与えられた情報が増えただけであって処理できる。人間自身が自由になったわけではないということになりますね。こういう問題に関わる根本的なことをカントは考えてたんですね。で、続きです。対象の中には理性によって必然的に考えられはするが、しかし、少なくとも理性が自分なりに関わる対象を考えようには、経験には全く与えられないようなものがある。
こういう対象について言うと、これを考えようとするかっこかかる対象にしろとにかく考えられはするのだからかっことじ、試みは我々が一変した考え方、つまり我々がものをアプリよりに認識するのは、我々がこれらのものの中へ自分で入れるところのものだけであるという新方法による考え方と、みなすところのものの是非を吟味する試金石であることがもっと先へ行ってから分かると思うということです。対象の中には理性にだけは必然的に考えられるものがあるとさっき言った神とか魂の不死とか、自由とか問題ですね。これは対象がないわけですよ。で、人間って対象がないものに囚われてるんですよ。非常に。それはとりわけ政治の場はそうですね。靖国神社問題ってありますよね。靖国神社に永久戦犯を合祀したから、閣僚が、現役閣僚が行くと外国から文句言われるって問題ありますけども。ああいう問題って対象、合祀された霊事っていうのは別に我々の目に見えないわけですよね。目に見えないものに関して、わーわー言うわけです、みんなでね。で、ということは、存在してないものに関して、語られてるケースがあると。まあ、イスラム教徒でアッラーの神って、理性だけでしか捉えられないわけですね。対象がないんですから。絵に、偶像にしちゃいけないんですから、描いたりしちゃいけないわけですね、一切ね。で、そういう、何ですか、概念としてあるけど、表彰しちゃいけないっていうものの中で、宗教をやってると、厳格な決まりの中で、それはユダヤ教もそうですけども、そういう問題、対象の中には理性によって必然的に考えられはするが、しかし経験には全く与えられない、得ないものがあるって言うんですね。経験はできないけど、理性によっては捉えられる神の問題っていうのは、まあ、すごい、強く働いてると。イスラム国ってありますよね。アッラーの神を信じてるんですよ。でもアッラーの神は我々見たことないし、イスラム国にいる人たちだって経験したかどうか分かんないと。でも理性では必然的に考えられる問題だから、すごい強く働くわけですね。にまあ日本で言えば、そのアマテラス大御神の祖先としていただく皇室のね、男系男子万世一系の高等の歴史っていうのはあるっていうんですね。これは経験できないですよ、そんなもん。だけど理性によっては必然的に考えられると。日本人が日本人たるゆえはアマテラスの子孫だからだっていう考え方が、まあ戦前においてあると。今も、まあ、それは科学的には何の根拠もないんですけども、だからそれ自体が非常に我々の無意識の奥底まで突き刺さってる、我々っていうか日本人にとってはですよ、問題で、それが今も、まあ、神社に初詣に行ったり、象徴天皇制っていう形で憲法に国民の統合の象徴だっていうことで、天皇っていう存在が規定されてたりする、まあ理由になってるわけですね。もしですよ、日本人がアッラーの神のように天皇陛下を考えた、まあアマテラス大神を考えんだったら、表彰する必要ないですよね。一切、全然。で、憲法に書く必要もないのかもしれないですけど、統合の象徴なんて、頭の中にあるんですから。だけど、一応、憲法第1条に書いてあるってことは、まあ、必然的に考えられる問題としてはそんなに強くないから、憲法に書いてるのかもしれない。みんながそれは当たり前だと思うよ、わざわざ。国民統合の象徴だとか、まあ信仰の対象だって思ってればですよ。アマテラス大神がですよ。言えばそんなことは、天皇陛下国民の統合の象徴なんて書かなくてもいいはずなんですよ。だけどそういうの残してんですね。で、なぜそれが残ってんのかと。それは哲学的な、それは日本人という概念にかかる、日本とか日本人という概念にかかる問題になってくるわけですね。で、それはいつから来てんのかっていうと、もうなんか大化の改新の頃とか結構長い1000年以上のスパンで、日本の文化の中に入ってると。で、それは五性概念で考えることっていうよりも理性に関わる問題だと。それは神とか自由人間、まあ自由の問題ではないですけど、神とか魂の不死の問題にかかってくる問題が
ああ、日本人には日本人の文化の中にあると。それぞれの文化で、イスラム教徒にはイスラム教徒の神とか魂の不死の問題とか自由の問題があって、まあ、ユダヤ教徒にはユダヤ教徒の問題があると。まあ、無神論者にとってみれば無神論者としての神とか、神の存在は信じないと。だけど、魂の不死は信じてるっていう無神論者はいるわけですね。あと、まあ、自由の方が大切だと思う無神論者はいるでしょうね。だから、無神論者にとってみても、対象のない神とか仏とかは信じないけども、ただ、魂ってものはあると思ってるの。そういう人はいますよ。あと、人間にとって自由が重要だと、一番。その自由って概念は、ただ選択肢が増えたっていう自由じゃなくて、存在自体を何かに縛られる筋合いはないっていう自由ですね。神がいるから人間がいるんだ。神が人間を創造したなんて考え方、神を否定してるら出てこないですから。人間は人間として、それは動物から進化したもんかもしれないし、なんか、アメーバみたいな下等生物から進化してこうなったのかもしれないけども、その起源は別にどっか旧約聖書に書いてあるような、創世記に書いてあるようなエデンの園から追放されてきたとか、そんな話じゃないと。なんかたまたま偶然生命体的なものが、有機体ができて、それがただ人間になってるだけだと。で、そうやって考える方が自由だと。そう、神とか仏とか持ち出す人は不自由だから持ち出してるだけであって、本当に自由だったらそういう考え方を克服するっていう、ダーウィンの進化論みたいな、まあ、ことを考える人もいるかもしれないですね。で、なんでそんな、理性にだけしか考えられない問題で、経験できない問題ですね。人間がどうやって進化したなんて我々が経験できる問題じゃないんですよ。我々は今生まれてきた自分の体だけに縛られてるわけですから、経験してるものって言ったらそれぐらいなんですから、別に他人の人生経験できるわけじゃないし、自分がなんか猿以前の生き物だった頃のことを経験できるわけじゃないと。だけども、そういう問題に関して、それが自分の祖先なんじゃないかとか考えるわけですね。で、こういう能力が理性の中にあると。五性の方は OS ですよ。理性の方は、その OS で処理しきれない目に見えない問題を司っていると。だからインターネット空間とかスマホの中とかっていうのはもうほとんど五性の OS しか働いてないんですよ。だって本当に神の問題とか問題になってくるんだったら、お墓っていうのはインターネット上にあればいいって話なんですね。お墓のインターネットお墓があると、遺骨とかそんなもの残さないと。なんかあのインターネット上のサーバーの中に、まあ、その人の名前とプロフィールとか貯めとく、国立墓地があれば、みんなそこに入れられて検索すれば名前が出てきて、個人の写真がとか動画が出てきて、あこの人は何ね、1970何年に生まれて2000何年に亡くなりましたって言って、でこれはお墓の代わりですって言えば、サーバーの中にお墓がありますよって言えばいいはずなんですけども、これはもうこんな、それでお墓でって言って満足する人はいないわけですよ。だからそんなサービスになってないわけですよ。なんとかしたって骨を残すとか、家族にお墓周りに来てほしいとか、墓石に名前を刻みたいとか、そこまでいかなくても、そんな電子データとして人間を残すっていう、それで終わりっていう考え方はやんないわけですね。で、なぜやんないのかっていうと、それは人間の魂の問題って五性の問題じゃないからです。理性の問題だからです。五性の問題だったらパソコン上にデータとして残せばいいって話になっちゃうんですね。まあでも私はデータでいいですよって人もいるかもしれないですよ。でもデータがいいですよって人はこれから多数派になってサーバー上にお墓ができるってことはあるかもしれないですけども、まあ、今のところそうなってないですね、どう考えても。でなる、そういうサービスやれば儲かるから、あのインターネット上のお寺作ろうとか、あーいう話にはなんないですね。やっぱもう実際にその、まあ共同墓地みたいなものあって、なんかその墓石にスマホをかざすと個人のあの動画が出てくるとか、生前撮ったやつですよ。そのぐらいの感じではやりますよね。まあ逆に言えばその VTuber 絆愛とかありますよね。ああいうのはある日サービスをやめて、まあ死んだとは思わないですよね。また誰かがやれば復活するだけで、しばらく動画がアップされないと。
絆愛さん亡くなりましたと、去年17歳ですとか、そういう話にならないですよね。で、死んだって言われたって死んだって実感がない。だってもともとバーチャルだから、あの対象としてあったわけじゃないと、単なるデータだってもともと分かってたと。まあ、いなくなサービスが受けられなくなって悲しいなって問題はあるかもしれないけども、それは人間が亡くなった時に思う理性的な問題とは、まあ、別の問題だと思うんですね。複製が効くと、人間は複製が効かないのかっていうと、まあ、これからの科学技術の進歩によりはあるかもしれないですけども、逆に VTuber のなんかが亡くなったから実際にお墓を作ろうってことにはなんないと。で、人間が死んだからサーバー上にお墓を作ろうってことにもなんないと。で、なんでその違いが起こるのかっていうと、これはカントに言わせれば、まあ、インターネット上、ウェブ上の問題ってのは合成の、せいぜい合成の問題、それも合成のごく限られた一部の問題でやってるだけで、実際の人間ってのは合成とか理性とか感性とか、もうちょっともう何倍、何十倍も、何百倍も複雑な情報の中に、いるからですね、おそらくね。っていうふうに読み替えることができると思うんですね。で、我々が、あのものをアプリより認識するっていうのは、まあもともとそういう、なんだ、五性のカテゴリーで見てる部分もあるし、さらに理性自体が、理性でしか捉えられない神とか自由とか魂の不死、永遠の問題っていうのも、こういうのも、まあ人間は、対象として捉えることができるってことですね。それはなぜかって問題をこれから話していくんですね。で、五性概念っていうのは必ず時間と空間に縛られてるんですよ。ただ理性の問題って時間と空間から超越した問題になってくるわけですね。神とか魂の星とか自由っていうのは時間とか空間っていう条件を外したところから出てくるんですよ。で、外したものなんで一度も経験したことないんですよ、我々は。時間とか空間の外に出られないんですから、出られないのになぜかその外側にあるものを考える能力が理性に与えられてんですよ。まあ、猿には与えられてないですけどね。だけど人間には与えられてると。まあ、猿の世界っていうのはほとんど、まあ、スマホとかパソコンの中のサーバーの中の世界みたいなもんですよ、おそらくね。そんな自分の経験できないものなんて考える力ないんですから。ただまあ、経験できないものを考え、まあ本能はあるでしょうね。本能っていうのは経験でき、したことないことできる能力だと思いますけども。まあそれを、あの言葉とか概念にして理解するってことはできないですから。で、人間だけがそういうことができるわけですね。で、人間だけは時間とか空間に縛られてない何かがあるって考え出す生き物だってことですよ。だからまあ、旧約聖書で言えば、エデンの外ってのは時間とか空間の外側の話なんですね。ただ、人間はその中で知恵の実を食べて、追放されたから時間と空間に縛られてこのように出てきたと、世俗に出てきちゃったと。もともとは時間も空間も関係ないようなことに、生きてたと。生きてたけども、まあ、そうで、縛られた世界に出てきちゃったっていう物語としても、まあ、読み替えることはできますよね。ということです。で、まあ、全くその経験に与えられないものを考えていく時には理性の力で神とか自由とか不死の問題を考えていきますよってことが、ここに書いてあると。そのことについては、この先行ってから分かると思うって書いてあるわけですね。この後説明しますって言ってるとですね。ということです。で、じゃあ、あと中の部分を読み上げていきます。それだから、反を自然科学者に仰ぐこの方法の趣旨は、実験によって確証され、もしくは否定されるところのものにおいて、純粋理性の諸要素を探し求めるということにある。ところで、純粋理性の命題を吟味するためにかかる命題の対象について実験を施す、かっこ自然科学におけるようにことは不可能である。ということです。
これから先やれば分かる。自然科学者って実験と検証で、まあ物事分かるわけですよ。その潮の満ち干は何時から何時に起こるとかね。あの観察と実験と検証によって、まあいろんなこと分かるわけですね。まあ力学的な実験。私最近力学、まあバネの運動とかですね。バネの単振動とかって、あの実験と検証で分かるわけですよ。だけども神とか自然、神とか自由とか魂の節ってのは実験できないんですよ。だって このように経験できないし対象がないから。でも経験できなくて対象がないものも純粋理性っていうのは考えることができると。実験はできないけど考えることがあるってことを言ってるんですね。で続きです。ましてこれらの命題が、まあこの命題っていうのは神は存在するかとか魂は永遠かとか人は自由かとかそういう問題ですね。ましてこれらの命題が可能的経験の一切の限界を超出しようとする場合はなおさらである。するとかかる実験は我々がアプリよりに承認しているような概念や原則についてのみ可能だということになる。つまりこれらの概念や原則を安排して同一の対象が一方ではすなわち経験に対しては感性及び語性の対象として、また他方ではすなわち経験の限界を超出しようとする孤立した理性に対しては単に考えられるだけの対象として、要するに2つの異なる側から考察せられるように仕組むのであるということです。まあ人間に関する学ですよ。あの人間の解剖は猿の解剖に役立つってマルクスの有名な言葉がありますけども、人間は生物として猿とほぼ同じですよ。形は多分臓器とかもうほぼ一緒でしょうね。まあチンパンジーとゴリラとか、人間を解剖すれば猿とかゴリラと同じですよ。仕組みは。それは自然科学の対象としての生き物としての人間は猿とかゴリラに近いですよ。ってこと言ってんですよ。ただ、人間の頭の中の問題は猿とゴリラとか全然違うんですよ。理性の問題として考えれば、その肉体の問題としては、他の生き物イルカとかクジラだって似たようなのがあるかもしれないですね。それは感性および五線の対象としては人間というのは、まあ、動物ですよ。一つの。だけど他方では理性の問題として考えると、なんかおよそチンパンジーとかイルカとかクジラが考えないのを考えついてるってことですね。それは神をいただいて拝んでると。自由になる空間とか時間を超えたものを考えてると。なんかワープしようとか、異次元空間にワープしたりとか、異次元なんとかとかいうのを考えるわけですね。異次元ってものを考えると、イルカとかゴリラとか異次元なんて考えないですからね。でさらには死んだ後の世界があるって思ってるってことですね。まあゴリラとかクジラとかはそんなこと思ってるかどうかわかんないんですけど、人間は明確にそれがあの世があるんじゃないかって考えてそのことを語り出すと、経験したこともないのに。でそういう能力があるということです。その点で人間、人とイルカとかゴリラとかクジラは違うということですね。同じ哺乳類であっても。で続きです。ところで物をかかる二通りの観点から考察すれば純粋理性の原理との一致が成立し、これに関してどちらか一通りの観点だけから考察すると理性の自己矛盾が生ぜざるを得ないとすれば、この実験は上記の区別の正当なことを確証するわけであるということです。まあ、あの感性とか理性で考えられる世界と、感性とか語性で考えられる世界と、まあ、理性で考える対象のない経験できない世界って2つあると、まあ、ディビニティとセキュラリティっていうのは2つあると。セキュラリティの方はどちらかというと感性と語性だけの問題ですね。ディビニティ、頭の中の問題っていうのは理性に関わる純粋理性の問題と関係するところだと。で、どちらが片っぽのことだけ、まあ理性の問題っていうのは自己矛盾が生じるってことですね。この自己矛盾っていうのは何かっていうのはこの後出てくるアンチノミー、二律背反っていうのが出てくると。それは人間はもともと何なのか、神の創造物なのか、猿から進化してきたのかって問題でも、今の人はまあ神から創造されたって思って生きてるんですよ、半ば。でも半ば猿から
進化してきたっていうのも信じてるんですよ。で、決着なんかつけてないわけですよ。それは眼性と語性の問題からしたら猿から進化してるんですよ。だけど理性の問題としたら神が創造したとしか思えないんですよ。で、そこに自己矛盾が存在してるわけですね。で、自己矛盾が存在せざるを得ないってとこに純粋理性の問題があるんだと。それはどういうことかっていうと、ほら最初の方に書いてあった、語性っていうのはどれだけのこと、語性および理性は一切の経験の関わりなしに何を認識しうるか、またどれだけのことが認識できるかっていう問題が、あとは思議する能力がどれほどのものとして可能かっていう問題についてこの本は書こうとしてるわけですね。この純粋理性批判 の主要な問題っていうのは、語性および理性は一切の経験の代わりなしに何を認識しうるか、またどれだけのことが認識しうるかということですね。語性、感性の問題と理性の問題で分けて考えれば、人間というのは猿とかクジラとかとは違うと。で、自己矛盾抱えてると。まあ、自己矛盾っていうのは、まあ、自分で認識できるとこの外側の問題まで行っちゃうと。で、外側の問題を語り出すと自己矛盾になっちゃうと。その行ったことない問題について語れるようになっちゃってると。で、なぜそういう自己矛盾が生じるのかっていうことですね。で、これがあることによって、理性の問題って自然科学と別になっていくと。いくら科学、自然科学が発達したって哲学は終わるわけじゃないんだよ。哲学っていうのは自然科学の外の問題、時間と空間の外の問題を語ってますから。で、時間と空間の外の問題が分かる以上は、我々自然科学、哲学、自然科学が哲学を凌駕していくってことはないわけですね。そういうこと言ってんだと思います。ということでした。だいぶ長くなりましたけど、今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。